お兄さんおはよう。おはよう、プッコちゃん。もう、姉さんったらあくびなんかして。わりわり、いつもなら今頃はまだ夢の中だから。しゃあねえな、シャキッとしてけろ。わあ、やっぱり、わり、頼む。あと5分だけ寝かせてけろ。ええー、じゃあ、おやすみなさい。もう何のために早起きしてここまで来たんだよ。あれ、ここどこだっけ。まだ寝ぼけてんのか。ここは朝一の会場だべや。テレビや本校でも紹介されて有名なタデハナガンベギ朝一。朝一、ほら、ちゃんと周り見てけろ。いっぺお店っこ並んでぺんたら。うわー、お店がいっぺー、人もいっぺー、すんごくにぎやかだー。目覚めだ。うんうん、だってくん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 。はあ、梅そな匂いこ、あっちからもこっちからもする。さすが食い地張ってるな。ん、なんか言った。別に。じゃあ、何柄食うべかな。はいはい、でもその前に。あ、だよね、まんまの前の挨拶はしっかりと。いただきます。はい、よくできました。で、違う、まんまの前にクイズ。へえ、もう、んじゃ早く問題出してきて。八戸漁港は全国でも上位の水揚げ量を誇りますが、一番多く水揚げされる魚介類はなんだべ。なんだべ。ちちち、マグロ。ブブー。ウニ。イクラ。アワビ。ブブー。カツオ。タイ。ヒラメ。アナゴ。エビ。タコ。カニ。ブー。あ、姉さん、さっきから食いてえもの喋ってるだけだべ。へへ、バレた。ああ、やっぱり。もう、わりわり。ふんだ、もう姉さんなんか知らねえ。案内なんかもうしてやんねえ。もう、プッコちゃんたら機嫌直してけろ。俺だけでまずはあそこの店さ行って、それから次に。どうしよう、困ったな。どこさ行けば運命まんま食えるなんだめな。やっぱりプッコちゃんがいねえと上がんねえ。おら、プッコちゃん機嫌直してけねべかな。まあまあ、しゃあねえな、姉さんは。あー、えがった。ねえねえ、さっきのクイズの答えも教えてけで。知りて？知りてか？うん。正解はスルメでした。スルメイガやアガイガなどを合わせて水揚げの4割近くを占めてるんだってば。へえ、スルメか。勉強になりました。ありがとね、プッコちゃん。んじゃ、今からプッコちゃんおすすめのうんめえものを食いに行くべ。やったー。では、みんなまだなー。行ってくっ。